モルレーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。モルレーは、フィニステール圏北部にあり、ジャルロ川とケフル川との合流地点にある。合流後の川は、モルレー川となる。モルレー川川口の入り江は、西のレオン地方、東のトレゴール地方とを分けており、関とカランテックにある川口の間 15km に広がっている。この地理的状況のために、 モルレーは大きな水害の被害を受けてきた。モルレー湾の地図一節に、モルレーの名は古代ローマ起源の集落のラテン語名、モンスレラクスであろうと言われ、その後の変化によってフランス語とブルトン語の地名の由来につながったと考えられている。最も確かと思われる古名の一つ、モンデュレもそうしたものである。11世紀、レオン領地の領主が、ケフル川とジャルロ川の間に城を建て、 主に漁業を制御とする城壁に囲まれた村が生まれた。1179年に、ブルターニュ公のジョフロア2世が町を公爵領に併合すると宣言したが、レオンの死者、ガイアマーチは反乱を起こし、1186年に町を取り戻した。翌年、ヘンリー2世が町を行為し、奪い取った。ブルターニュ公のジャン1世は、 レオン領主のエルベ4世に年80リーブルの恩給を与えることで、この争いを終わらせた。ジャン2世は町を修復し、1295年に、三次会協会のミュール大聖堂を城の礼拝堂に、供するため建設した。当時の要塞化された町には、病院、聖異部、監獄、ブレ、大聖堂の5つの縄文があった。1520年に行われた禁乱の陣の後、 対イングランド関係は、イングランドが神聖ローマ帝国と同盟したことで悪化した。1522年、シェルブールを攻撃したイングランド艦隊は、7月上旬にモルレー沖に現れた。攻撃の日は、近郊の湾岸で市場の開かれていた日であった。したがって、町の名士特に兵士たちは、不在で、モルレーは防御なしであった。 海岸には六十隻の船が接近し、人目を引かぬよう商人に変装した、数百名が上陸し、夜になるとは抵抗されることなしに、モルレーへ入った。同時に船は川を曝光し、兵を市外に直接上陸させもしたが、船は川床に沈む樹木に邪魔されて動けなくなった。イングランド軍はモルレーを包囲して欲しいままに略奪や、放火を行い、逃げ道を失った住民たちを虐殺した。 翌日、逃れることのできた、モルレー住民の訴えを聞いて、ラバル領主の兵士たちは敵を探しに、モルレーへやってきた。彼らが目にしたのは、貯蔵していたワインを開けて、一晩中勝利を祝い、大半が酔いつぶれて眠ってしまった兵士の姿だった。フランス側は、前夜の祝い酒で、ほとんど抵抗できない、イングランド兵を見つけ、全員を殺害した。この事件のため、 モルレー湾にトロー城が建設されることが決まった。1675年、ブルター入閣地で起こったインシゼ一期にモルレーも巻き込まれた。第二次世界大戦中、モルレーは連合国から繰り返し爆撃を受けた。主な標的は鉄道高架橋であり、軍港のあるブレストとの交通を断つためであった。参照元、1999年まで、イヘス、 2000年以降 INSEE ドミニコ会、修道院付属協会は1230年、修道院は13世紀に建てられた。1887年から美術館として使用されている。高架橋1861年から1864年に、かけ、パリブレスト間の鉄道用に建設された。花崗岩で作られた、この高架橋は、長さ292メートル、 高さ58メートル、上段を鉄道が走り、下段は歩道である。イタリアンヌ劇場1888年完成。1998年にフランス歴史記念物に指定された。現在も劇場として使用されている。セイメレーヌ教会修道院が12世紀に設立され、15世紀に教会が建てられた。ゴシックフランボアイアン様式。 旧タバコ工場最初の建物は1736年から1740年にかけて作られ、20世紀にかけて何度か増築された。カルメル海修道士の泉15世紀、かつて存在した大聖堂のそばに作られた。カルメル海の修道士らは、ペストの流行を受け、17世紀にモルレーへやってきた。聖マテュー会現在の建物は、12世紀の 修道院教会に代わり、19世紀に建てられた。修道は16世紀に作られたものである。モルレーには、モルレー商工会議所の本部が置かれている。商工会議所は、モルレープルジャイ空港、モルレー港、ロスコフブロスコン港、ロスコフの魚市場を運営している。また、旧タバコ工場の建物の再利用計画を、完遂した。 議会は2008年6月27日に、ブルトン語の使用促進を定めた検証の批准を決定した。2007年度新学期より、初等教育を受ける児童の6.1%が、ブルトン語との二言語学校に登録した。ありがとうございます。